ハロー、アッキーです。ということで今日はですね、私も何回かスケボー動画を撮ってアップしてるんですけど、新しい新世代のスケボーをゲットしたので、その動画を撮ろうと思います。ということでこちらになります。じゃーん。まだね、未開封なんですけど、イロスっていうねスケボーです。イロススケートボーディング、早速開けます。じゃーん。こんな感じで初めて見る形。私は色はね、これライトブルーを選びました。めっちゃ可愛い。初めて乗るかちょっと乗れるかわかんないんですけど、これも多分こんな感じ、バックになるこうやって持ち運べるみたいです。広いとこでちょっと乗ってみようと。私スタンスがグーフィーなので、左足で蹴るんですけど、レギュラーの人はこうですね。あ、でもめっちゃ乗りやすい。ちなみにスニーカーは SB 入ってます。でもね、スケボーより安定してる感じがする。雨とか水は避けた方が、木だから良くないんですけど。休むときこう横に信号待ちとかする。でもすごいコンパクトで街乗り用ですね。ちなみにこちらのイロスの特色としては、カナダ産のハードメープルっていう木でできてるみたいです。トリックしたい方はこのフットアンカーをうまく使えばできるみたいなので、ちょっと練習私もしようと思います。でもこのタイヤもね、めっちゃね、最初からこれだったんですけど、すごい周りが良くてすごいいい感じ、滑らか。この裏もね可愛いんですよ。で QR コードで多分サイトに飛べる感じですね。でこれのインスタグラムのアカウントとかもあるみたいなので、ご購入はそちらからぜひ。スケボー多分初心者の人もね、多分滑りやすいじゃないかなと思います。ちょっと待って、こっちだよね。それはね、あの乗りやすい方。はい、ここで大丈夫ですか。はい、ちっちゃい初心者。待って、だからちょっと前目の方がいいよね。この辺に足乗っけて、もうここに乗っけちゃうと。そう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 。おーおー、すごい、急に乗れるように。あ、でも乗れる、乗れます。すごい上手いいね、めっちゃ乗りやすい。乗りやすい。おすすめです。イロス、イロスイロスね。はい、ということで今日はスケートボードイロスを実際に乗ってみたんですけど、ちーちゃんにも乗ってもらってめっちゃ乗りやすかったの。ハロー、アッキー。ちょっと改めてね、このイロスのいいところを紹介しようと思います。めっちゃ軽いです。コンパクトなので持ち運びもしやすいし、かけれるんですよ、こうやって。こう例えばこうカフェとかに行ってちょっと邪魔だなって時にこうやって入れる。そのためのこのストッパーが、これがね、そのテーブルにかけるストッパーになってます。あと色は黒とか赤とかシンプルなやつもいっぱいあります。いろんなとこに結構ギミックが入ってて、お値段はね2万ちょいぐらいになります。ネット通販で買えます。でも普通のスケボーはなんか組んだりとかすると 3,4 万ぐらいするので、スケボー始めたい人は結構安めに始めれるかなと思います。重心が低いので結構小回りが、デッキはロングボードってスケボーの大きいやつあるんですけど、それより広いので安定感があって初心者にもおすすめ。あとなんか乗り方とかも買うとチュートリアルで見れるのでめっちゃ分かりやすいと思います。これからね絶対流行ると思います。ということでね、皆さんもスケボーライフ楽しんでください。トキオの街パスパイ窓越しにライトヤンワガンオンダビフパークアムバイスレッズに並べないな10日キキ飽きた徐々に変わるすべて今イフィードンストップ。